はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで新居からね動画を撮ってます。まだね、散らかってるというか段ボールだらけなんですけども、最低限の、配信環境は整えました。もう少し部屋の機材がね揃ってきたら動画はね撮りたいと思うんで、よろしくお願いします。というわけで今回はね、Xbox お姉さんの荒木美鈴さんからちょっとね、Xbox のシリーズ S を借りました。マジでね、これぐらいの大きさですよ。まあ、大きめのお弁当箱ぐらいで、めちゃくちゃ軽いです。まあ、これで 120fps 出るなら、まあ、これでいい気がするね。今回はね、もうタイトル画面に映ってますけど、旧モダンオフェア2をやります。マイクロソフトのアクティビジョン買収がほぼほぼ決まって、マイクロソフト側が昔のね、COD のサーバーをなんかバグ改善したのかな。それでね、Xbox の昔の COD がもう一気に人口増えてるんですよ、今。COD ってね、BO3 より前かなは、Xbox メインだったんですよ。世界大会の公式の機種も Xbox で。みんな Xbox で COD やってたし、で、日本の COD のね、実況者もみんな Xbox だったんですよ。その、音じゃさんとか、三人称さんとかね、カレーさんとか。で、僕はそれを見て COD を始めて育ってきたので、まあ当時はね、やっぱ僕の周りもみんな Xbox の COD に憧れてて、僕もね、バイト代集めて Xbox 買って COD とかヘイローやってました。その中でも旧モダンオフェア2はね、僕の中で本当に思い出に残ってる作品ですね。まあ COD4 が初めてだったんだけど、まあすぐモダン2が出て、やっぱりこの作品が本当思い入れがある。さあ、マッチングしました。3ピンっすね。もう十分十分。今んところね、ほとんど3ピン部屋かな。お、登ろうとしてる。オッケーオッケーオッケー。なんかね、こう、アメリカだから2ピン部屋とかになるかなと思ったら、クソ M。割と3ピン部屋ばっか。はーい。で、僕が今使ってる武器が UMP って言って、なんとね、2発キル。全距離2発キルの SMG です。今考えたらありえないよね。このゲームね、ストッピングパワーって言って、威力を上げる、やつがあるんだけど、ミスったこれは。威力を上げるパークがあるんだけど、それのおかげで、基本的には、よいしょ。いやー、ミスった。2発キルです。で、この SMG が特にやばい。で、当時は、アップデートとか、そういうのが基本的になかったから、強すぎる武器とかもう放置ですよ、放置。それが普通だった。今ね、Xbox のシリーズ S っていう最新の機種で360のソフトをやってるんだけど、まあ、つまり PS5 で PS3 のゲームをやってるような感じ。まあ、互換機能があって、プレイはできるんだけど、なんかね、FPS やる分に至っては、その最新の機種で360のソフトやるとね、なんかコントローラーがね、若干遅延というかディレイがあるんだよね。ちょっとやりにくさはある、ここ。ちょっと問題点。これアップデートでどうにかしてほしいけど、できるんかな ?UMP めっちゃ強えな。やばいな、これ。相変わらずやべえな。はいはい。OKOKOK。遅延があっても全然大丈夫。当時はね、僕は、ブラウン管の ADSL 回線でやってましたからね。もう、ラグイとか、敵が見えないとかそういうレベルじゃないですよ、もう。でも当時はもうそれでも全然なんかね、楽しくやってたんだよな。うん、まあ、やっぱ純粋だったのかな。ね。ちっちゃい頃はね。そんなこと全然構わなかったというか、気になんなかったもんね。おお、今のダブルキル?トリポ?このゲーム一番の問題点は、ワンマンデンクロって言って、グレポンがとにかく強かったのね。で、その、グレポンを無限に撃てるようになるパークがあって、もうそのおかげでもうグレポン祭りっていうのだけが、ほんとこのゲームの大問題点だったんだけど、もうそれもアップデートで修正されなかったからね、当時。今考えたらね、Twitter やら、YouTube やらで大炎上ですよ。もう叩かれまくってただろうけど、もう当時はね、そういうのもなかったからね。さあ、お、3品ですね。そして、今回はインターベーション、僕が一番使ってた武器でいきましょう。え、ボイチャいる!え、2023年になっても、モダン2ボイチャが聞けるのか、もしかして。やばい。外した。あ、伏せてる。オッケーオッケーオッケー。お、もしかして敵もスナイパーか?当たる。ワンダウン。ナイフ!え、ナイフ!ああ、待って
そうそう、このゲームね、ナイフがめっちゃひっつくんですよ。あのショットガン、コマンドって言われるあのパークつけると、ショットガンの射程もナイフで倒せるからね。うまい。待って、赤点を見るんだ、赤点を。あー、そっちか。やべえ、楽しい。遅延あるけど、あれスナイパーじゃね。あー、外した。いや、スナイパーも強いし、ショットガンも強いし、もう全部強いよ、このゲームは。全部強いことによってバランスをとってる。じゃーん、 UMP デュアルです。あの、このゲームね、全 SMG デュアルにできるから、 P90 デュアルとかもう何でもありやんよね。ほら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 。あー、さすがにあの距離が。今ダブルキル、もしかして。じゃあ、で、相手ちゃんとスナイパーだから、こっちもスナイパーでいこう。懐かしいな、このマップ。うわー、出た。おい、2023になってもグレポやってるやつおるよ。もう絶、あれは、多分当時もやってたな。あで、そう、このね、昔の CU ではスナイパーがとにかく強くて、モダン2、モダン3とか。で、そのスナイパーがあまりに強すぎる上に、そのフィードとか、フェイズとか、そのオプティックとかね。まさにその、フィードクランって呼ばれるのがすごい流行って、あまりに、スナイパープレイヤーばっかりになっちゃって、BO1 とかですごい弱体化されたのかな、スナイパーが。なんか BO1 の当初はこう、クイックスコープができないみたいな調整もされて、ねえ。まあそこからなんやかんやで今ぐらいの、そのスナイパーの強さに落ち着いたっていう感じだね。あん？こっちか。つー？からの？なんか、待って、近くいる。帰ってく！おお！あー、ペインキラー！あー、出た、ペインキラー！あー、え、コラテルじゃないの、今の。オッケー、別マッチ。いや、ほんとピンがいいんだよな。そんなに、ね、アメリカはさ、まあ、Xbox 多いのわかるんだけど、結構この、アジア圏内でも多いんだね、全然。来ましたよ、この、スナイパーマップ、スナイパーマップ。この中央でね、こんな感じでぐるぐるしながら、めっちゃ連携するのが定番なんだけど、あんまいないな、この辺。後ろいる。オッケー。いや、このマップとか当時ブラウン管でやってたらほんま何も見えなかったからな。2023年めちゃくちゃいいモニターでやっても、やっぱ画質的にあんま見えないなって思うから。なんかバレット連射できたりもあったよなって。うわー。はい、名物バレット対物ライフルの連射ね。バレット連射ね。いい、これいい裏取りじゃない。なんかそこ生き残りがいるよ。まあ、即着弾なのやばいね。強すぎだね。オッケー、うまい。オッケー、うまい。うまい。待って。手前いた。ナイフ。オッケー。まだ行くよ、まだ行こう。まだ裏いける、裏取りいける。待って、これ、後ろで湧いてるわ。まだ行く！まずい！うおー！待って、これで、ハリアもう出てんのか。これ呼んじゃって、で、プレデターも呼んじゃおう。あ、プレデターはなかったわ。もうさ、普通の武器も2発キルだからさ、もう遠距離解けるんよな。うわ、ペインキラーか。おい、まだいける？ナイス？リスポーンさすがに変わるんだ、これ。やばい。大丈夫、こっち森蔵だから。バレないはず。いろど。あ、セントリガー、セントリガー、セントくんだ。
テント君があるからこっちから回ろう。オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー、ナイス、はい、19キル。いや面白かったな。いやでもね、今やるとね、こう武器バランスだったりマップだったり視認性だったり良くないんすよ。全然良くない。あの完全に思い出補正なんだけど面白い。でも当時は本当やっぱね、純粋にやってた。やっぱ最初の頃にやった COD っていうのはとにかく純粋にやってるから、あんま細かいことが気にならなかったんだよね。でも今やると、あーなんだこれとかね、そのショットガンの射程おかしいやろとかね、いろいろあるんだけど、うん、当時はこれでも面白かったんすよ。でもやっぱこう BGM とかサウンド類はこう色褪せないというか、今聞いてもすごくいいですね。他のあの BO1 とかモダンオフェア3もかなり人が多いみたいだから、ちょっとそっちもやってみようかなと思います。それでは、お疲れ様でした。